ぎなイベントも楽しいね。うん、そうだね。あたしね、今日のリナリンの曲すごく楽しみにしてるんだ。そうなの？ありがとう。愛さんへのラブソングって聞いたときはテンパっちゃって変な感じになっちゃったけどさ、リナリンの気持ちすっごく嬉しかったんだ。あの時リナリンと出会えてよかった。スクールアイドルも一緒にできてよかった。今愛さん信じらんないくらい楽しいんだ。だからありがとね、リナリン。私の方こそいつもありがとう。ステージ見ててね。前言えなかったこと全部曲に詰め込んだから。うん。こんにちは、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会天童寺里奈です。今日は大切な人に送るラブソングを作ってきたよ。大切な人に出会うまでの私の世界はすごく狭かった。一人でいるのは嫌いじゃないけど、たくさんの人とつながることに憧れもあった。そんな私の憧れが現実になって、みんなとつながれる場所ができて、みんなも私とつながりたいって思ってくれる。今信じられないくらい幸せ。この気持ち全部を込めて歌います。